60分3本勝負で行われ、先に2本先取したチームの勝利となります。ほら、野崎、しっかりしょ。あ、来た。
おめでとう。アシンパチ。Yeah!
Thank you.
10分。
ってこんなもんでしたっけ、ヒルトさん。私、9月にタイトルマッチやってからもう一回、今度は大きい場所でヒルトさんともう一度タイトルマッチやりたいってずっとずっと熱い思い言ってきたけど、こんなんだったんですか。ヒルトさんの超本気、まだまだあったんじゃないんですか。18日ネクストワンデーですよ。あのメンバーから勝ち上がって今度こそ超本気のヒロタさん期待してます。あと宮崎さん、別にウェーブの選手だから出てもらうっていうわけじゃないですからね。7月できなかったことまだまだあります。もちろん宮崎さんともやりたいし、サボ同期として今日組んだけど年末の後楽園サボともやりたい。みんな18日ワンデー頑張って勝ち上がって27最高の舞台でこの私の大事なベルトをかけてやりましょう。で、一人、フェアジャイの中森花子選手ですが、リリースがあった通り、コロナウイルス陽性反応が出てしまったということで、本当に非常に残念ですが、今回のトーナメント、中森花子は、欠場という形で、すごく同期として15周年イヤーっていうので本当に出てもらいたかったんですけど、残念ながらということで、代わりに10月リアルショックウェーブでタッグパートナーを務めてくれたさきちゃんにネクスト出ていただくことになりました。その18日のトーナメントの抽選は当日行うのと、それまでの間に皆さんに、1回戦で通常ルールプラス好きなルールを1つ選んでいいという特別枠が 3つあるので、その18日までに全員好きなルール考えておいてください。よろしくお願いします。ということで、12月1日の道いかがだったでしょうか。立てないですね。はい、大丈夫です。そこに行ってください。はい、ボカさんは、元気なんですが、今日は大事を取って欠場ということで、次回の、ウェーブ12月18日新宿フェイス大会ではまた元気な姿を見せてくれると思うので、皆さん楽しみにしておいてください。